ナマステ、速稼塾の久保でございます。今回ですね、モネの家さんからですね、また動画が送られてきまして、あのチャパティというね、あのパンというかご飯というかカレーと一緒に食べるものがあるんですけども、チャパティね、こちらの方と、あと豆カレーの動画ね、ちょっと短い動画ですけど送っていただきました。で、通常私たちはインド料理、カレー料理の店行くと、ナンっていうね、こういったもっちりとしたパンが出てくるんですけども、どうもインドではですね、チャパティを食べるのが家庭料理で、もしかしたらナンっていうのは別の時に食べるんじゃないかなっていう解説もいただきました。まあ、こんな形でね、モネの家という民泊、いわゆるペンションではですね、こう異国の料理も楽しめるということで、非常に私も行くのがワクワクするような感じですね。それではちょっと動画をつけておきましたので、そちらの方もご覧ください。そして動画概要欄にはモネの家さんの連絡先などございますので、ご覧いただければと思います。ではどうぞ。久保さん、こんにちは。豆カレーができました。まずこちらのチャパティね、これはね、インドの子供たちがお昼に持ってくるものです。こんな薄いものです。日本ではインドカレーの店行くとナンがついてきますが、子供たちがナンを持ってきたことは一度もありません。私はそれにびっくりしました。ナンは多分レストランでのお客さん用の、食べ物として提供されているので、日常には、家族では、チャパティを食べているのが普通のようです。